見どころはそうですね、やっぱり、世界中の人たちがこれ称賛をした辰巳義郎先生の劇画の世界なんですけど、特に僕は声の出演をさせていただいたので、この作品の中に出てくる辰巳先生の短編の作品群、この一つ一つの作品群の中で、私別所がどこでどんな声で出演しているのか、皆さんにも楽しみながらご覧いただけたらなと思います。僕自身もこの作品を通じて辰巳義郎さんという素晴らしい日本の劇画の父の存在を知ることができました。ぜひ皆さんこの作品をご覧いただいて、日本の漫画の出発点、劇画の生まれたその姿というのを大きなスクリーンで、ここブリリアショートショートシアターでお楽しみいただけたらなと思っています。アメリカのアカデミー賞でも、カンヌ映画祭でも、そして数々の世界中の映画祭や世界での上映で絶賛をされた作品です。ぜひあなたの目でご確認ください。お願いします。手塚治虫が嫉妬し世界が絶賛する漫画家辰巳義弘、彼の自伝的漫画と伝説的な5つの短編が見たこともない斬新な描写で動き出す子供漫画とちゃうんや。新しい呼び名を考えたんや。劇画か、響きやな。長編を書きなさい。成長期に湧いている中、人間のどす黒い叫びを描き続けたわけ。役立たずの晒し者だ。求めるがゆえの苦悩と葛藤の日々。グッドバイや、グッドバイ。今なぜ辰巳、漫画に革命を起こした男、この才能にまず世界が泣いた。